春風ツアーです。今回はトルンにありますドイツ騎士団城跡をご紹介いたします。ポーランドはヨーロッパの中央やや東寄り、この赤い六角形で囲んだ場所です。そしてトルンはポーランドの中では中央やや北寄り、青いところはバルト海です、やや北寄りに位置しております。中央の東側にある赤い丸は首都ワルシャワです。今回ご紹介するのはトルンにあるドイツ騎士団城跡です。ドイツ騎士団城というのは中東騎士団とも申しますが、13世紀から14世紀にかけてここトルンに建設されたお城です。しかしながら1454年にトルン市民軍の反乱に遭い、ドイツ騎士団、中東騎士団は降伏して町を出ていきます。そしてその時に破壊されたお城、それがそのままの状態で現在まで残されています。マルボルクにもドイツ騎士団城というのがあります。こちらはマルボルクの方はそのままきれいな形で残っておりますが、トルン城の方、こちらですね、ドイツ騎士団城跡の場合には破壊されたままその廃墟となった形で残っております。今回はトルンにありますドイツ騎士団、中東騎士団城跡をご紹介いたしました。